生誕50周年中途半端なショッカー戦闘員のしょっちゃんです。インスタ始めたいのに登録がなんかうまくいかないしょっちゃんです。インスタ始めるのね、なんだけどね、登録のところでつまずいてる。もともと見るだけのインスタ持ってたのアカウントね、なんだけどそこからしょっちゃんのアカウントにしたいんだけど、なんかよくわかんなくて進まないの。困った困った。インスタできたらみんなに教えるから、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。 TikTok もね始めようかと思って、 SNS にガンガンしょっちゃん出てくからね。今日本が震えるよ、今に見ててね、ジャパン。ということで、金曜日にアップできませんでしたアンケート動画参ります。ただしかし本日アンケート動画だけどちょっと面白いなっていう内容でお伝えしていきますので、ぜひぜひ最後まで見ていってね。そんじゃまずは前回のアンケート振り返っていきましょう。前回のアンケート、仮面ライダーリバイスのリバイスレックス、あのリミックス変身みたいなやつですね、そちらの変身の仕方どう思うって皆さんにアンケート取らせていただきました。変身の仕方がね、これよく見てみるとわかるんですが、もうご存知の方もたくさんいると思うんですけれども、リバイのお尻のところにバイスの顔がある。これはね、一撃リバイがぶっ放したらね、バイスはね大変なんじゃないかなと思うんですけれども、このね変身の仕方実際どう思うみんなっていうところのアンケートでございました。148票いただきました、ありがとうございます。グッド11、グッドもたくさんいただきました、ありがとうございます。コメントもいただきました、ありがとうございます。では結果を見ていきましょう。こちら、皆さんいいですね、純粋です、新しくってかっこいいっていうのが 75% で一番多かったです、ありがとうございます。でしょっちゃんがね、なんで俺言ってんだって感じだよね。はい、 75% でございました。次に多かったのが 9%、もう少し違う合体方法あっただろってやつです。これもわかる気がするな。で次に多かったのが 7%、 頭とお尻が近すぎる。うん、近すぎると思うしょっちゃんも。で、ここからねしょっちゃんの趣味で入れさせていただきました選択肢、 5% の方がバイスになりたい、 4% の方がリバイになりたい。バイスになりたい側なんだっていうのは、あのその変態的な意味じゃなくて、人にお尻をくっつける方にはなりたくないなってことなのかな、それとも人のお尻の近くに頭置きたいなってことなのかな。うん、気になるね。それからリヴァイになりたいってことは、人の顔の近くにお尻をねつけたいのかな。っていうか普通に人のお尻顔の前にあるぐらいだったら、人の顔の前にお尻置いちゃうみたいな、そういうことかな。あんまりそこまで変態チックな人はいないのかな。しょっちゃんは歓迎だけどね、オールオッケー。はい、そんな感じでございました。皆様投票ありがとうございます。この変身の仕方ね結構好きよ。はいはい、皆さん新しいアンケートをやっていきましょう。で今回のアンケートなんですけれども、先に言っちゃいます。はい、こちら、皆さんおいくつですか、答えたくない人は、答えなくてもいいです。アンケートの数が少なかったとしても大丈夫です。ただ皆さんね、どれぐらいなのかなっていうのを知りたくて、今回こういうアンケートさせていただきました。どれぐらいの年齢の方が見てるのかなって気になりましてね、その年齢に合わせた動画、できるだけ見てる人に合わせたりね、できたらいいかなと思いまして、年齢アンケート取らせていただきます。なんですが、その選択肢を見ていく前に、年齢といえば、仮面ライダーの主人公の年齢、気になるなぁと思って、しょっちゃん、調べてみました。で、調べた結果なんですけれども、まず、エグゼイドの北条 M さん、年齢、24歳です。研修医だっけ？なんかそんな感じだったよね。24歳です。続きまして、我らがビルド様ですよ。キリュウセントくん。いや、セントさんだね。26歳です。結構な年ですね。あ、ちなみに、バンジョーは23歳でした。続きまして、ジオウ、トキワソウゴ、魔王ですね。トキワソウゴさんは、高校3年生でしたね。18歳でございました。そして、ヒデン・アルト社長、
ね、若いですね、若い社長ですね、22歳でした。ここまではね、仮面ライダーの、公式のサイトに出ておりましたが、セイバーの神山トーマさん、ね、神山トーマさんは24歳っていう風に調べたら出てきました。で、新しい仮面ライダーリバイスの五十嵐一騎、ね、あの方の年齢はちょっとまだ分かっておりません。知っている方いたらコメントにお願いいたします。バイスも不明です。知ってる人いたら教えてください。はい、そんな感じでございました。最近のね、主役の方たちの年齢ですね。演じている俳優さんの年齢ではなくて、劇中の年齢ですね、これはね。で、記念すべき第1作目、本郷猛。しょっちゃん苦手だね、この人ね。この人はね、22歳で、アルト社長も22歳なの。こう見るとね、藤岡弘さん、本郷猛、ダンディだね。味あるよね。今時の22歳とはやっぱ違うよね。この頃からただものではなかったっていうことがわかりますね。はい、そんな感じで主役の方たちの年齢見てまいりました。はい、ここでアンケートに戻っていきます。皆さんおいくつですか？アンケート選択肢こっちだ。はい、0歳から6歳へえ、お子ちゃまかわいい、食べちゃうぞ。続きまして、7歳から14歳。はい、いい感じのクソガキ感出てるかな、みんな。うん、あ、そういうこと言ったらダメ。あ、すいませんでした。勉学に励んでいるのでしょうか、皆さん。はい、7歳から14歳でございます。続きまして、15歳から18歳。だいぶね、もうね、子供っていうよりもだいぶ大人な感じでしょうね。うん、時は祖国もね、18歳でしたからね。はい、じゃあ次が19歳から25歳。はい、もうしっかり大人になったでしょう。ちょうどね、主役としてはいい感じの年ですね。で、最後、26歳から118歳。はい、で、なんでこれ118歳なのかっていうと、日本の最高齢の方がしょっちゃん調べによると118歳だったからです。もしかしたらその人見てるかもしれないからね。あ、でも118歳っていう選択肢じゃないからわかんないよね。26から118歳だもんね。はい、ということで26から118歳という感じでございます。選択肢5つしかできないのでね、見てるのかなっていう年齢のところらへんちょっと小刻みにしてね。26歳以降はかなり大雑把なんですけれども、そんな感じでございます。これに当てはまらないよっていう人とか、年齢を教えたくないよっていう人は押さなくていいです。ちなみにね、これ押したところで誰が何に押したかっていうのは全く分かってませんから、ポチッと気軽に押してください。いや、ちょっと待ってよ、これに当てはまらない人って一体なんだ。言ってみたのはいいけどないか。はい、あー、エボルトとかそういうさ、年齢わかんない人じゃない？年齢非公表の、あのデンライナーのオーナーとかさ、まあこういう話しだしたらね、キリないね。あ、しょっちゃん秘密。はい、そんな感じで皆さんの年齢教えてください。こちらのアンケート8月20日金曜日朝9時頃までとなっておりますので、気軽にねポチッとよろしくお願いいたします。少し遅くなってしまって申し訳ございませんでした。ぜひぜひ投票お願いします。そんじゃ本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。それにしてもやっぱり本郷さんね、年齢の割にはダンディーだなー。苦手だけどね、しょっちゃん。